川市、カムイ中和、あ、カムイでいいですね、国道12、こう旭川の駅の方とか、市街地からさあ札幌行くぞって、出てくると、ここ行きます。旭川の本当のメインの中心街からはもう抜け出ています。この、左方面っていうのはなんか昔観音台だとかなんだとか言ってですね、それなりに観光地っぽい雰囲気があったんですね。ホテルがあったり温泉があったり今もありますけど、はい、そして、正面になんかとんがった屋根の建物とか見えるんですけど、あの辺一帯も、雪の美術館とかなんかですね、観光地っぽくなってたんだけど、なんていうかな、なんか見せてお金を取るっちゅう、そういう観光だからリピーターっちゅうのが増えない。そんなことやってるうちにもうやめたいうところもありますね。あの正面がやってるかやってないかわからんな。やってないかもしれない。あのやめたっていうところがいくつかあるって聞いてます。やってる時にあの自分は行って来て一応写真は撮ってあります。から出たなって雰囲気に、あの街から出たって雰囲気になりますね。そして左方面とか なんかスキー場がこれからあるのかな、左方面の山にですね。まあ昔ほど人はさあスキーだって行かないですけどね、まだスキー場はある。スキー場が左に見えてます。リフトが見えています。そしてですねここで、これ何かって、この左に来た車はこっちも国道12で、トンネルかなんかくぐってですね、本当はあのずっと右側の方にあった道なんです。それこの下くぐってね、こっち出てきた出てきた。どっちも12号線で、左の12号線はバイパスっぽい12で、旭川の街の中に入るのは嫌だと、そういう人はあの北見行きたい、なんだ稚内行きたい人は12号線で、こっち出てきたんだけど、右の方のラインが端っこね、右端がそっち北見稚内行く道の12になります。まあ美瑛に行きたい、富良野に、旭川空港動物園行きたいっていう人は、自分の来た道です。はい、深川26キロ、自分は留萌に行きたいで来ました。その
丁寧に